三好からやってきました宮崎と申します。三の次と書いて三好。昭和39年東京オリンピック、おめでとう。日本を動かしたオリンピック何だったか。日本中のセグランナーが2人以上、そして最終ランナー、トン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 があって、坂井君、そう、坂井君だ、待て待て、言うな。火がパッとついた時に何が起こったか。日本中の人の心に火をつけたんです。だから素晴らしいんです、あのオリンピックは。その最終ランナーが坂井義則、それが三好出身です。そこからやってまいりました。私には夢があります。一つ、来年の2019年5月4日正午、なんと全国100万人で手をつなごうという運動を今やっています。テーマは高齢者を元気にして地域を輝かす。私は過疎坂伝統の会35年やってますが、過疎の層はそう疎いと読むんですね。東京は過密ですよ、でもあれを過疎と言うんです。なぜか人間関係が疎いんです。コミュニケーションが取れないんです。取られて住む人は誰住んでるかわからない、いつ死んでもわからない、何も取れてない。でも田舎はまだまだまだ、そう全部言うとは言いませんが、少し悪くなってますが、それをその過疎の疎いコミュニケーションをみんなで2019年5月4日正時間だけ決めてます。どこでもいいんです。北海道はもう2000で手をつなごうと言ってます。九州は関門トンネルを手をつなごうと私ほど言ってます。いろんな人が声を上げてます。これができましたら夫婦が出てこられました。誰で一緒に今の写真撮ってるんですか。住吉海平と言います。私が宮崎文太が海流コンビと言って時代の流れを変えると言ってんです。私だけは言ってるんですよ。誰かよくわからない、わからないがチャレンジしてるんです。その流れで今回は日本は8つに区切って、北海道、東北、関東、中部、九州、四国、そこで座談会をやってるんです。座談会、何か高齢者を元気にして地域を輝かす座談会やってるんです。普通はね、難しいイベントを 何千回やったけど、人数が集まったら言いますね。あんたのイベント何本集まった、1000人集まった、500人集まった、人数を言ってました。今言います。もうやれ、5人集まってもいい人が集まって話をしたら、それが力になるんです。昨日11人が集まってやりましたね。今日は18人。でもどうでした、山口さん、感想しとって言われあの感想やった感想感想。いやいや、世の中にはね、いろんな方がいるんだよ。もうね、素晴らしいね、あのいろんな方が意見もね、いろいろ出たんですよ。そう、うん、もうそれでね、あのみんなでなんかね、手をつなごうっていう、そう、なんかね、それ今言ってたから、ちょっと手をつなごうって、みんなでちょっと実験やるやからないか、手をつなごうって何が伝わるかって、人間なら、ね、まあ、手をつなごうって伝えますが、ちょっとみんなつないで、はいはい、愛、はい、をつなごう、俺もいい、愛をつなごうもいい、よし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 、パッとまだ早くぐらい言うけないぞ、続いて3分、口は、あ、そう、一つの輪を作るんです。バーってダメだ。一つの輪だからダメ。はい。じゃあ、私。そうそうそう。そう。はい。この輪がなくて、やっぱり社長入らないと。危ないからね。なんと、これが来年の5月4日にこうなるんです。東北でもこれだけ繋がったらすごいですよ。全部トータルして100万人を繋ごうと。1万人でもよかったんだ、第1回1万人やったんだけど、なかなか思いが伝わらなかったから、100万人やったら終点さんであるが、なんか思いが天から降ってくるかもわからない。そして日本を元気するかもわからない、家族を元気するかもわからない、わからないでしょ、やってみりゃ。でやろうと言って今いるわけです。これ手をつないで何か伝わるもんないさ、やりますね、なんかある、もうある、お、ぬくもりがある。このぬくもりが日本から消えたんじゃありませんか。このぬくもりがなくなったんじゃないですか。全然だけの資本主義の全然だけは回ってる、森たちが冷たい。でもいいじゃないですか、これで何を伝えるか。時間ならいいんです、もうないから伝えます。あなたの今一番伝えたいこと、思いよ、何でもいい、ねえはいい、なんかねえ言ってるしかないねえ、ねえ、ねえを送る。まあ僕は皆さんに手をつないでくれたんで嬉しいから、その喜びを感謝として送りたいと思いますが、あなたの思いがあったら何か伝えてください。30秒つなぎます。本番は1分です。1分は本番です。今日3分です。行きます。じゃあ、あなたの思いを手をしっかり握って、行きます。